いらっしゃいませ。サンロール優秀店ヤコさん、店長の花園です。いつもご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日はファミリーマートサンロールシティ店によりお届けいたします。本日火曜日ですよね。ということで、本日はですね、ファミリーマートで新商品が発売されております。今週9月29日から10月5日までの週はですね、新商品が62品発売されますよ。ということで、今回はですね、その新商品の中からいくつかですね、ご紹介しようと思います。まずはこちら、熟成紅鮭にシーチキンマヨネーズです。今回ですね、こちらの手巻きおにぎりシリーズがですね、リニューアルいたしまして、もうさらに美味しくなりましたよ。まずはこちらのですね、特製紅鮭食べていきます。それでは、いただきます。この紅鮭のですね、適度な塩気がまたいいですね。また今回はですね、塩にもこだわってるみたいですよ。紅鮭もですね、たっぷり入っておりますので、食べ応えございますよ。続きまして、こちらのシーチキンマヨネーズ食べていきます。いただきます。このシーチキンとマヨネーズとご飯の組み合わせ、またいいですよね。こちらのシーチキンマヨネーズ使われておりますマヨネーズ。こちらですね、ファミリーマートブランドの卵、鶏をですね、育成するときに餌とかにこだわってるんですけども、餌にハーブとか混ぜたりしてですね、そのこだわった卵で作りましたマヨネーズがですね、使われているんですよね。だからですね、このマヨネーズもですね、ほんと味わいありますよ。このシーチキンとマヨネーズのご飯の組み合わせってほんと美味しいですよね。続きまして、こちら、汁なしカレーうどんです。カレーうどんと言いますと、やっぱり気をつけて食べないとですね、もう液が飛び散ったりして、まあ、服にですね、ついたりするんですけど、今回ですね、こちら、汁なしっていうことですね、結構食べやすくなってるんじゃないかと思います。カレーのですね、スパイシーな香りがいたしますよ。それでは、こちら食べてみたいと思います。こちら、食される前にですね、よくかき混ぜてから食べてくださいね。そこの方にですね、カレーがあります。だからですね、もう本当よく混ぜてから食べてくださいね。それでは、いただきます。カレーの味がとっても濃厚ですね。また、カレーと海苔って意外と合いますね。汁なしっていうだけのことございまして、本当汁がなくてですね、このカレーもですね、結構濃厚でとろーりとしてますんで、まあ、飛び散る心配をせずにですね、食べることができますよ。続きまして、こちら、6種のとろーりチーズまんです。6種類のですね、チーズが入ってるみたいですよ。いただきます。チーズの風味がいいですね。カマンベールかな？カマンベールのチーズもですね、結構感じられますよ。クリームチーズとあとゴーダチーズ、その他にもですね、カマンベールチーズにバルミンジャーノ、レッジャーノ、あとブルーチーズにモッツァレラチーズ、これらの6種類がですね、入ってるそうですよ。また周りの生地がですね、とってももちもちしておりますよ。続きまして、こちら、生チョコを使ったチョコレートケーキのバウムです。そうですね、チョコレートのいい香りが漂ってますよ。それではいただきます。チョコレートがとっても濃厚ですよ。チョコレートがですね、本当濃厚ですので、チョコレートが好きな方、またチョコケーキが好きな方には絶対もうおすすめの一品ですよ。はい、ということで、今週9月29日からですね、10月5日までの週に発売する新商品、62品のうちですね、いくつかご紹介いたしました。汁なしカレーうどんはですね、ほんとその汁がですね、飛び散る心配なく食べることができますので、もうおすすめですよ。ぜひですね、お近くのファミリーマートで新商品お試しいただければと思います。はい、本日はサンロード YouTube 店にご来店いただきまして誠にありがとうございました。サンロード YouTube 店は毎日夜8時に開店いたしております。ぜひチャンネル登録していただきまして、サンロード YouTube 店の会員になられてくださいね。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのご来店お待ちいたしております。またです。バイバイ。だんだんなー。